んばんは。しゃべくり松代350回です。今日は今週の土曜日日曜日と行われます、松代の祇園祭に合わせて小松姫と浴衣で楽しむ祇園祭りについて、ゲストをお迎えしております。ゲストをご紹介いたします。松代町観光親善大使小松姫の牧野真由美さんです。よろしくお願いします。そしてエコールド松代クラブ着物専科の、小山田美希さん、よろしくお願いいたします。林俊子さん、よろしくお願いいたします。林道夫さん、よろしくお願いします。今日はこんなに皆さん素敵に、浴衣を着てくださっています。これから、お話をいろいろ伺いますがよろしくお願いいたします。実はちょっとお話に入る前に、ここのところ松代は大変暑い日が続いておるんですけれども、九州では大変な雨 の被害が起きておりまして、被災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいと思います。ここは松代は今日は35度以上になったぐらいに 暑い日でした。なんか本当に全国平均して雨が降って、どこにも災害が起きなければいいなって毎日思っているところです。さて、松代の祇園祭りですけれど、この7月15、16日、実はこの今この町歩きセンターがあるところが一番中心になるでしょうか。伊勢町の清居寺と中町のおみこしが、その伊勢町と中町の皆さんが本当に担いだりお獅子を、で、町を練ったりしまして大変にぎやかになるんですけれども、その時に、この着物専科の皆さんにご協力いただいて小松姫が浴衣を着て皆さんと楽しむということになりました。ではその企画について牧野さん少しお話しください。はい、今年の祇園祭り15日、16日とあるんですけども、はい、この初日の15日にですね、小松姫と浴衣で楽しむ祇園祭りという名前を打ちまして、はい、イベントを開催したいと思います。この企画は私だけではできないので、今日来ていただいているエコールド松代の着物専科の皆さんのお力を借りたいと思っております。よろしくお願いいたします。この企画なんですけども、はい、私自身やっぱりプライベートでも着物を着たりとか浴衣を着たりするのがすごく好きになりまして、もっと私みたいに着物を着たい、浴衣着たいと言って着てくれる人が増えたらいいなということで、企画をさせていただいて、やっぱり松代町ってすごく城下町で雰囲気もいいので、そうですね、着物浴衣似合うと思うんですよ。なのでそういった人たちがこうたくさんいてくれたら嬉しいなと思いました。はい、でさらにやっぱり浴衣なら簡単に着れるんですよね。そうですね、今日も私仕事終わりにパパッと着てきたんで、自分で自分で着てきました。そうだったんですね。はい、はい、まあ、結構簡単に自分でね、着付けができる人ばかりではないのでね、で着物専科の方たちの、ね、はい、力をお借りしてってことになりますけれども、はい、なので、はい、その日、15日、はい、もし雨天になってしまうと16日に、ね、はい、なるんですけども、はい、松代師匠に集まっていただいて、はい、16時から着付けを始めたいと思います。はい、わかりました。では着物専科の小山田さん、料金と決まっておりますか。はい、はい、浴衣をレンタルされて着付けをされる方は2000円、着付けのみの方は500円、自分で浴衣を着てこられる方は無料となります。はい、わかりました。着物専科の方ね、大勢もスタンバイしてお待ちしてるっていうところだと思いますけれどもね、大勢の皆さんが参加してくださっていいですよね。はい、それではね、せっかくね、着物専科の方に見えていただいてますので、着物専科の方の活動もちょっとご紹介したいと思います。着物専科の方、昨年真田大博覧会で、きっと出番がたくさんあったんじゃないかと思うんですけれども、そんな活動のことを小山田さんお話しいただけますか。はい、昨年の真田大博覧会では着物体験といたしまして、たくさんの観光に来たお客様に着物を着付けて差し上げまして、街歩きを楽しんでいただきました。はい、結構月1回とか2回とか
やっていたんですかね。そうですね、2回ぐらいやってました、はいはい、じゃあ大勢の皆さんがそうですね、はい、体験してくださいましたね、はいはい、でそれからエコールドマチロクラブの活動というのは2004年からずっと始まってやっているんですけれども、林俊子さん、着物専科の毎年 の, 活動についてちょっとお話しいただけますか。はい、毎年行われている遊学文化祭にはご希望の方には着物を着せてお上げして一緒に町を歩いたり、また自分たちもまた当選挙を楽しんだり絵手紙を楽しんだりしております。でまた外国の方のおもてなしにも積極的にやっておりましてね、先日もフランスの方が3名ほど見えまして、その方にも着付けをいたしました、はい、毎年結構着物を着て何か体験をしたいっていうご希望は多いですよね。遊学文化祭は年1回ですけれども、その時ではなくても、申し込んでいただければ着物を着付けしてっていうことをやってらっしゃいますね。そうですね、はい、それではね、ちょっとまた祇園祭りの方へ行きますけれども、牧野さん、今回参加された方にはどんなふうに楽しんでいただきたいと思いますか。はい、やっぱりお祭りっていうと非日常的な感じがしますよね、はい、なのでそういう時に普段着ている洋服とかではなくて、はい、まあ着ているものもちょっと変えて気分を変えて楽しんでいただきたいなと思って、はい、浴衣を着たらちょっと夏気分というか、そうですね、夏の気分を満喫していただきたいなと思います、はいはい、それからあとこちらなんですけど、まあ、小松姫の油取り紙なんですが、こちらの小松姫からしか、お渡しができない非売品のものになっておりまして、今回こちらも参加者の方にお渡ししたいと思っています、はいはい、それから私ともちろん歩いていただいても嬉しいんですけども、はい、個人個人でお祭りを楽しんでいただくっていうのも、はい、いいと思います。そうですね、お祭りの内容としてはさっきおししとおみこしって言ったんですけれども、年々私もちょっと見に来ると、その伊勢町の人は伊勢町の皆さん、それから中町の人たちは中町の人で、それぞれ2曲か3曲こうところどころで踊りを踊るんですよね、うん、そんなところへもせっかく浴衣も着ていただけば参加していただくといいですよね。割と簡単に踊れる、うんうん、そうです、そうです、お獅子を、ね、こうやっている男性とかも一緒に踊るんでね、そんなに難しい踊りではないです。はい、はい、ぜひね参加者の皆さんみんなで楽しんでいただくといいかなと思います。それからいろいろお店も出ますよね、なんか食べるものとかね。そうですね、そうですね、はい、祇園祭りはそんな風に楽しんでいただければと思いますが、小松姫の最近の活動としてはどんな活動をしていらっしゃいますか。はい、もう去年は本当に真田丸の影響ですごく毎月忙しいなという感じだったんですけど、今年はちょっとゆったりやらせていただいてまして、はい、最近では松代甲冑隊の皆様と一緒に、はい、100名以上回りながら松代町を PR するという活動もさせていただいたり、あとちょっとリグランドという会社があるんですけど、はい、そのアプリの会社で松代のマップをちょっと作らせていただいたりとかしています。はい、はい、100名城って最近行ったお城はどこですか。最近どこでしたっけ。一番近いの金沢。あ、そうですね、金沢、はい、金沢、そうです、先月金沢の百万石祭りと100ミリオンロックフェスティバルというのがあったので、その時もちょっと応援に行かせていただいて。そうですか、はい、じゃあ本当に大勢の皆さんのところで PR ができたっていうところ。そうです、あ、そうですか、甲冑隊も頑張ってますもんね。はい、はい、一緒に頑張って、でこれからも PR してください。頑張ります。はい、で着物専科の皆さんもこれから今年行われる活動ありますか。林道夫さん、今年も9月23日に園遊会が開かれます。着物専科だけでなく皆さんにも参加していただいて楽しみたいと思います。はい、先ほどからお話が出ている秋の遊学文化祭が今年も9月23日に行われて、またね、さっき林俊子さんのお話にもありましたけれども、絵手紙体験や、
当選教だとかいろんな体験各選科ができるようなことをしてくださっていますし、それから参加してくださった皆さんと街を歩いてということもあると思うんですけれども、例年も着物を着て、大勢の皆さん参加していただいてますよね、その秋に言う、はい、で松代の方が多いんでしょうか。松代の方より結構新聞なんか見るんでしょうかね、はい、この前は飯田から来ました、お母さんの親子で来た方もいらっしゃったんですよ、はい、そうですか、確か東京の方からも若いお嬢さんが ね見えてくださった年もありましたね、松代去年 の真田丸でだいぶこう全国的にね、松代も真田 の真田丸の後の松代真由紀さんが初代で、ずっと江戸時代続いたっていうのがだいぶこう宣伝されたと思うので、また今年ね大勢の方見えてくださるといいですね、はい、で牧野さんは実はちょっとお話変わりますけれども、もともと松代へ来たのが、はい、ね、2年前ですね、はい、地域おこし協力隊としてですよね、はい、で地域おこし協力隊として来て、まあ、たまたま去年真田丸があるということ、真田大博覧会があるということで小松姫観光って親善大使と選ばれて宣伝していただいてますけど、松代の魅力ってどんなところだと思いますか。松代の魅力、たくさんありすぎて一言では言い切れないんですけども、もうすごく実はその地域おこし協力隊って3年なんですよ、はい、で3年の後どこに行ってもいいみたいな感じになったりとかするんですけど、すごく気に入ったのでここに住まわせていただきたいなと実はちょっと思っておりまして、はい、またいろいろ考えているんですけど、はい、それの決め手になったのは、はい、まあ、この自然とやっぱり周りの温かい人たちかなというふうに思ってます、はい、自然と人ね、そうですね、エコード松代クラブの一番の目的というか、あれはまあ、おいでいただいた方との交流やね、それからおいでいただいた皆様のおもてなしをするというのがクラブ の一番の目標で、ボランティアで皆さんやっていただいてるんですけれども、まあ、エコールドクラブのいろいろな選果とこうタイアップして、はい、小松姫もそれから地域おこし協力隊さんなので、はい、もっともっとこう町をね宣伝して行っていただきたいと。この今週末土日で、草取り合宿をしたんですよ、私の田んぼのなんですけど、その時に本当に関西方面から関東方面から20人弱の方が集まっていただいて、みんなでこの土日私の田んぼを楽しんでもらったんですけども、すごいやっぱり町の人が優しいっていう風に言ってくださってて、また来たいという風に良かったですね。だから、はい、そういう方たちにはもうどんどんこう町のいろいろなことをね1年間宣伝していただいて、いろんな季節に、はい、はい、いろんな催し物の時に来ていただくようにぜひ宣伝してください。はい、はい、その人が集まる場所になれるようなイベントとかをこうそうですね、はい、ぜひお願いします。それから畑を今畑って田んぼ、はい、田んぼって話出てましたけど、去年小松姫の小松菜やりましたね、はい、小松菜今年は何か目玉の何か商品ってあるんですか。小松菜はもうやってないんですけど頑張って無農薬の田んぼでお米を作ってますね。そうですか、はい、じゃあ田植えもして、はい、ああそうですか、はい、じゃあ着物専科の皆さん、小山田さん何か小山田さんは実は着物専科の他にも八橋流の方もやっておられて、はい、はい、八橋流でもねいろいろ体験をしていただいたりとかいろんな活動がありますけど、はい、はい、八橋流っていうのは国宝の真田新さんから引き継いだものをそのままに伝統として伝えていくという姿勢で、はい、まあ、ちょっと馴染みのないようなおとなしめのおことなんですけれども、もう少し若い方にも、うん、一緒にお稽古を始めていただければなと考えているところで、これから力を入れていきます、はい、松代小学校のねクラブでもね、はい、八橋流がやってますしね、で皆さんの本当に若い人にっていう気持ちがどんどん伝わっていくといいなと思っていますけどね。はい、ありがとうございます。はい、
祇園をねみんなで楽しむということなんですけど、せっかく綺麗なお着物を着て来られたんで、ちょっと皆さんお立ちいただいてせっかくのお着物をどうぞ、お着物姿どうぞ、カメラの皆さん、カメラの方々アップで写してください、お着物の方々。はい、今日は松代のね祇園祭りを楽しむ小松姫という方で楽しむ祇園祭りということで、ゲスト松代観光親善大使の小松姫牧野真由美さん、それからエコール松代クラブ着物専科の小山田美希さん、林俊子さん、林道夫さんにお話を伺いました。今週の土曜日日曜日がこの松代の祇園祭りです。大勢の皆さんが町の真ん中に訪れて楽しんでいただければと思います。そしてぜひ着物を着てという方は、エコールド松代クラブあるいは小松姫 の、 あのブログフェイスブックで、申し込みができますので、お申し込みいただければと思います。エコールド松代クラブの電話は 026-278-0550 です。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。皆さん、はい、いや素晴らしい素晴らしい、何が、うん、ね、やっぱりね、うん、若い女性がさ、うん、和服でいるとね、うん、明るい、そう、うん、素晴らしい。今日ね話しかなくてね、着物見てた、顔も見たけどね、そう、素晴らしい。でもいいね、こうやって、うん、さっきパーッとこうやって並んだ時ね、いいでしょ、明るくてね、いいね、久しぶりに明るかったな。今度は宮坂さんもどうですか、着物着てくる？着物、いや俺着物着たらダメだな。そうかね、うん、そう、ダメダメ、三田さん着てくる、着物ないんだ、やっぱりダメ。はい、ということでお知らせを、はい、はい、ですね、13日木曜日、ね、白鳥神社海前寺を拝観するっていうのでね、はい、ぜひね白鳥神社行っていただきたいなというふうに思います。まっすぐね結局あの、ちょっとしたね、山の中にこういう神社があるっていうのはねあんまり知っていない方が多いなっていうのがあってね、ぜひねこれねあの見ていただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします、ね、はい、それとですねもう一つは同じ17日月曜日ですね、祭日ですけども寺町商家で、ね、はい、日本と韓国の文化交流公演っていうのって、はい、ね、パントマイムと、はい、それからですねこれは人形劇、これやりますん で、 で町歩きセンターで、ね、2000円で販売してますんで、前歩きぜひお願いしたいな。三田さん来れば割引してくれるの？無理ですね。あ、無理です、はい、分かりました、はい、よろしくお願いします。はい、2000円のハウです。はい、はい、お願いします。はい、では来週の予告でございますね、はい、来週の予告ね、はい、宮坂さんですね。あ、私ですね、うん、はい、今日ねちょっと上原さん見えてるんで、ね、あ、ちょっと見えてるんですよ。はい、上原さんどうぞどうぞ、よろしくお願いします。来週ぜひ、はい、楽しい番組したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。来週は上原さんどんなお話してくれるんですか？私、この3月まで柳町っていう町の中の保育園にいたんですが、この4月から豊坂保育園に、大自然の中の保育園に移動してきまして、素晴らしいじゃないですか。もう本当に自然の中で楽しい、ね、もう木もいろいろ動物も素晴らしい、鳥も、ね、はい、もう猿出たりね、いろいろ出てて ね、 そうですね、楽しい、ね、そんな楽しいお話をしてくれる、はい、はい、それでは来週ぜひ楽しいお話ししてください。はい、じゃあよろしくお願いします。それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。